どうも水溜りボンドです。お願いしますね。同じ動画頑張っていきましょう。はい、ボンですキッチです。お願いします。はい、いや、お辞儀の量おかしいじゃん。カンタさんもおかしいじゃないですか。恥ずかしいんですよ。止まってしゃべる。わかる。お前のノート何書いてあるの。ちょっと見させていただきますね。あ、いいですね。あれから2ヶ月やったって。なぜ目標を持つのか。結局真面目じゃん。これはひどいっす。いや、俺もやられたの。これはひどいっす。そんなこんなありまして、はい、トミーに仕返ししてえなって思う。溜まってきた。溜まってきた。僕溜まってきましたもん、本当に。かましてえな。なんか面白い商品がありまして、はい、ちょっと買ってまいりました。こっちですね。エンバっていうコップなんですよ。ちょっと開けてみますか。で、普通にコップじゃん。で、これね、一見普通のコップなんですよ。はい。ただで、僕の携帯とあの、Bluetooth 繋ぐんですよ。繋がるんです。これそういう電子機器です。そうすると温度を自在に変えれるんですよ。あー、キイチが編集してるときにちょっと、はい、まあ、コーラスとか言って適当な、何でもいいです。あ、はい、渡しますと、トミーこう飲む、はい、うん、こう置いとくじゃん。はい、次飲んだときにめちゃくちゃ熱くしたこう、あー、ありえないことが起きるわけ。はいはいはい、ちゃんとドッキリ。これドッキリだよね。入ったよね、なんか、なんかピタッて入ってるよね。入ってます。なんかでも物足んなくない？60度ぐらいにしてやろうかなと思う。はい、注いでみます。うん、待ってるね。普通にこう入れてるよね。入れてる感じだよね。うん、こんな炭酸いうわけないですよ。だから多分熱くなってんだよね。で、そのまま放置したもん。トミー多分理解できないから、なぜ熱くなるのか。そうですね。すごいね、重さもそんな重くないから。ここら辺から早いのかな、若干。40度、40.5度。限界になりました。僕飲んでいいですか。はい。あー、いいわ。ちゃんと熱いです。熱いです。とりあえず仕掛けていきましょう。はい。ゼロコーラスイッチです。使ってんだ、ちゃんと。はい、確かにね。記念日。ハッじゃあ、エンドイン。本当にしたらラストなの？そんな仕方ないじゃないですかね。で、早くやって。好きで。え、なんなのこのコップ。だ、どっから持ってきたの、キッチン。あったらいいですね、こんな。はい。最近よく使ってるよ。マグカップです。へぇ。え、これ、ピザのやつ。あ、そうです。ネットに変えるの。え、ネットに変える。そうっすね。まあ全然大丈夫。全然大丈夫。あっちいな、あっちいってんここじゃ。あっち、あっちじゃ。なんで、なんで。いや、普通にすり替えてみましょう。ネタバラシします。はい、コップに入れたものがあったかくなるコップドッキリ。なるほどね。ただ全然ダメだったんでポットから入れました。じゃあ違うじゃん、入れ替えてんじゃん。入れ替えたドッキリで。
東京の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。